どうも柴田です。小林萌さんのことについて、動画にするとですね、キチガイ偽善者キッズたちが、あーい不謹慎だぞ、不謹慎だ、不謹慎だ、低評価低評価低評価、みんなで登録解除しようぜって言うから、あんまり、小林萌さん関連のことは触れずにおこうかなと思ったんだけども、今回ちょっと言いたいことができたんで、動画を上げます。でね、それがね、エビゾーさんよ、ブログ更新しすぎじゃない？もともと、どうやら市川エビゾーさんはブログの更新がすごい多くて、1日に少なくて15回、多い時で20回以上こう1日にブログを更新してたみたいなのよ。でしてたのね、してたんだけど、小林萌さんが一昨日亡くなってからも、ブログの更新頻度は、こう、減らずに、1日に15回とかね、ブログを更新してんのさ。で、真央さんが亡くなったことをね、こう知らせるような記事を書いた後に、それでは舞台行ってきます、みたいな感じの記事を更新したりとか、なんかね、真央さんのことに触れてない普通の記事をもうバンバン更新してて、いやね、俺はどうなんだろう、もちろんね、わかってるよ。エビゾーさんが一番辛いってのわかってるし、一番悲しい立場にね、いてね、いろいろ悩むこともあって、ね、ブログを更新するっていうのもさ、大体身内にで、死んださ、人が死んだらさ、ルーチン、毎日のさ、やってるルーチンをこなすことによって、気持ちを落ち着かせるとか、塞ぎ込まない、気持ちを、落としすぎないみたいな感じでね。あえて、いつもやってるブログをね、更新することによって、平静を保ってるみたいな、部分もあると思うし、あると思うんだけどもね。いやー、これ周りから見たらよ。周りから見たら、あれ、エビゾーって、なんか、真央さんが死んだ、ね、ことをね、なんとも思ってないんじゃねって。思われちゃうかもしれないです。思ってるやつもちょっといると思うし。でもっと言うんだと、そんなじゃない。だって、もともと歌舞伎ですげえ金入ってきてんだから、お金に少しも困ってないけれども、エビゾーあんなにブログ更新して、金が欲しいんじゃねえか、みたいな。アメブロから相当金もらってて、更新するために入ってくるから、金が欲しくてこんな時だっていうのにブログ更新してんじゃね？みたいな感じで、見られちゃうのよ。だからね、ブログを上げて日々のね、ルーチンをこなして、気持ちを落ち着かせるっていうのも大事だけれども、いや、今は、自粛じゃなくて、いや、今ぐらいはさ、別にブログはやんなくていいんじゃないか？ねえ。なんか、アップすることもさ、本当に写真一枚にさ、ちょろっと、コメントつけてみたいな。いや別にそれね、今、ね、これ誰に向けてか知らないけど、ファンの人こそ思うと思うよ。あ、エビゾーさんいいのよ、みたいな。今は、ブログとかでね、自分の近況を報告しなくても、今は、ね、自分のことを、そして家族のことを、公開しないで、自分で考えて、ゆっくり、ね、休んでいいのよって思ってるはず。公演は頑張ればいいと思うんだけどね。なんだけど、ファンだからこそ思うんだよな。こんな時だから、こんな時ぐらいは、ブログ休めばいいのにって。いやー、だからね、いや、エビゾーさんにとって俺ね、マイナスだと思う。いや、もちろんさ、何度も言うように分かってる。一番悲しいのはエビゾーだし、エビゾーお金持ってるからブログを更新する必要なんかないっていうのを分かってるからこそ、ブログをさ、たくさんアップして、みんなに変なこと思われないようにした方がいいと思うんだけどな。そっちの方が絶対エビゾーのプラスだと思う。はい、そんな感じでね。エビゾーさん、ちょっとブログ更新しすぎ問題について、俺はちょっと思うことをお話ししました。はい、そんな感じで、柴田でした。では。